天吾さんで公園に来ました。富士フィルム XS10 に単焦点レンズですね、はい、XC の 35F2 っていうやつですね、まあ、ちょこっとねこれで撮影してから外に出ていこうかなと思うんですが、外はねこんな感じに、ちょっとまあ紅葉もそろそろ終わりかけてきている鈴鹿地方でございます。よし、こんな感じなのか。確かにボケることはボケるね。うん。まあ面白いっちゃ面白いんだが、私はこれ掴めるかっていうとどうなんだろうね。うん。それと今ここで撮影しているこのカメラ、これもね実は GoPro Hero 11ブラックフライデーで安くなってたので追加購入しましたこの、まあ、GoPro の11ミニ、ね、こちらの映像がね、まあ、かなり綺麗だったので、これは使おうと思ってね、今まででしたらこういう首マウントにね枝つけて、まあ、GoPro の MAX を乗せてたんですけど、こんな感じにね助手席マウントに変えて撮影したら、まあ、手も空くし、いいんじゃないかなと。それと、まあ、この11になってから、まあ、リニアの水平維持モードが、まあ、かなり優秀になったということなので、そちらを使って、どこまで撮影できるか。今までは MAX レンズでやってたんですけど、MAX レンズですと、2.7K までの撮影になるので、で、MAX レンズを使わなければ 4K で撮影できるので、まあ、4K で撮影できるのだったらそちらの方がいいかなということで、こちらを今使ってみようかなと思ってます。問題は、この状態で音声が取れるかどうかですよね。まあ、取れなければ今まで通りにまた MAX で撮影するというようなことになるんですけど。ちょっと出ていきましょうか。まあ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 、こんな撮影テストをしながらね、撮影の話だけしててもしょうがないので、つれつれなる話っていうか、つれつれなる旅行計画です。はい、12月に入りまして、12月もまたしても旅行に行ってきますまあちょこちょことバイク乗ってたようにね、バイクで旅行行けるかなって試してたんですけども、現状でまだちょっと旅行に出かけるまで、ね、バイクに乗るのは厳しいなということで、12月も、はい、
このトゥインゴさんではですね、トゥインゴさんの出番で出かけていくんですが、それでどこに出かけるのかと言いますと、もう行き先は決まっております。四国徳島は大ボケ光景を見に行ってこようかなと思ってます。ここはね、本当は、まあ、バイクで行く予定でした。四国はどうしてもね、明石大橋とかね、瀬戸大橋とかね、その辺を通らなきゃいけないんですけど、それ通ると、まあ、高速代がべらぼうにかかるのでね、ちょっとでも安くなるようにバイクで向かう予定を、それこそ大ボケ小ボケの予定なんて5年ぐらい前から立ててたんですけど、ずっと行けてないの。ただね、この12月っていうのは、まあ私事ですけど、私の誕生月なので、はい。ちょっとね、例年ちょこっと豪華な旅行。ね、お大尽様つ。お大尽様通の予定なので、はい、まあ、ちょっと旅行代金をね、奮発して頑張って行ってみようかなと思っております。四国のね、あの辺のもう道っていうとね、ほっといてもくねくね道になるので狙っていきたいくねくね道もあるんですけど、一泊二日でね、観光を兼ねて回ってこようとすると、結構厳しい状況になるので、で、まあ、大ボケ光景は、まあ、もう見に行きたいかなっていう場所っていう、ある程度、まあ、有名どころばっかりですけどね、そこを行きたいなと思ってるので、そこを回ってるので、その周りのね、がすごい惹かれるところがいっぱいあるんですけど、そこまで回ってる多分時間的な余裕がないので、多分そこをパラッと回って終わりになるかなと思います。有名な小便小僧のところは寄るかなっていうと寄らないような気がする。そこはね、1回前に2点